皆を心から褒め称えます。新しい朝、新しい一日を私たち一人一人に与えてくださりありがとうございます。主よ、あなたは確かに今も生きておられます。そして天地万物を作り、またそのすべてを支配し治めておられる唯一の方です。そして主を信じる私たちの救い主、また助け主として今日も共にいて導いてくださることをありがとうございます。あなたの御言葉と、また聖霊なる神様によって助け導いてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝の箇所をお読みしたいと思います。サムエル記第1、26章、サムエル記第1、26章の21節から25節をお読みいたします。サムエル記第1、26章、サムエル記第1、26章21節から25節です。サウルは言った、私は罪を犯した、我が子ダビデ帰ってきなさい、私はもうお前に害を加えない、今日私の命がお前によって助けられたからだ、本当に私は愚かなことをして大変な間違いを犯した。ダビデは答えて言った。さあ、ここに王の槍があります。これを取りに若者の一人をよこしてください。主はおのおのその人の正しさと真実に報いてくださいます。主は今日あなたを私の手に渡されましたが、私は主に油注がれた方にこの手を下したくはありませんでした。今日私があなたの命を大切にしたように、主は私の命を大切にして、すべての苦しみから私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った、我が子ダビデ、お前に祝福があるように、お前は多くのことをするだろうが、それはきっと成功しよう。こうしてダビデは自分の旅を続け、サウルは自分の家へ帰っていった。サウルとダビデ、あなたはどっち?というタイトルでメッセージをいたします。今日の教会の聖書の通読の箇所は、このサムエル記第一の25章から27章なんですが、今お読みしました26章、ここに2人の人が主に出てきます。26章に出てくる2人の主な人、それはサウルとダビデですね。サウルとダビデが主に出てくるんですが、この2人にはいくつかこう共通していることがあるんですね。サウルとダビデ、2人とも、まあ、当然イスラエル人でした。2人とも体格が良かった、背が非常に高かったと聖書に書いてあります。そしてこの2人ともイスラエルの王様になりました。サウルが最初のイスラエルの王様、そして、その後を継いだのがダビデ、ダビデが次の王様になった。2人とも神様によって、神様に選ばれて、イスラエルの、王様になったわけです。ですから、まあ、当然2人とも神様を信じていました。唯一誠の神様、天地創造した神様、全知全能の神様、その神を信じる、二人とも神を信じる信仰者だったと、そういうことですね。しかし、聖書を読んでいくとですね、この二人には大きな違いがある、この二人には大きな違いがあるということがわかります。
先ほど読んだ箇所からそのことを26章を中心に見ていきたいんですが、もう一度21節見ます。サウルは言った、私は罪を犯した、我が子ダビデ帰ってきなさい、私はもうお前に害を加えない、今日私の命がお前によって助けられたからだ、本当に私は愚かなことをして大変な間違いを犯したと、まあ、こういうふうにサウルは言ってるんですね。まあ、この時はサウルが王様、そしてダビデは彼の家来、つまり部下でした。ところがですね、サウルはこうダビデを殺そうとしていくんですね。そしてそのサウル王からダビデは逃げる、まあ、こういう箇所がこのサムエル記第1の18章から始まっていきます。で、一体なんでサウルは自分の忠実なまた優秀な部下だったダビデを殺そうとしたのかということですが、まあ、ダビデに対する嫉妬、まあ、妬み、それが原因ですね。サウルはダビデに対して嫉妬したダビデがそのゴリアテを撃ち殺したことによって、人々がもうダビデに熱狂をしてですね、サウルは万を撃ったが、サウルは千を撃ったがダビデは万を撃ったと、そのダビデに対する嫉妬があったわけです。それだけじゃなくて、サウルはダビデにこう恐れを感じていたはずです。これほど人気を得てしまったダビデ、いつ自分のその王位、王様としての権威が彼に奪えられるかもわからない、まあ、そういう恐れをサウルは抱いていたんでしょう。そしてサウルはこの自分の部下であったダビデを殺そうとした。このサムエル記第1の18章からダビデはサウルから逃げ続ける、まあ、そういうところがずっと書いてある。それに対してサウルはダビデの命をこう追い続けるわけですね。で、今読みましたこの21節の最初でサウルは、私は罪を犯した、私は罪を犯した、そういうふうにこうダビデはサウルは言ってるんですね。つまりサウルは自分がしていること、このダビデの老いダビデの命をこう奪おうとしている、殺そうとしている、それは神様に対する罪なんだと、自分のそのダビデに対する、まあ、妬みとかですね、恐れとか、そういうものからダビデを殺そうとしていた、それは自分が罪を犯しているんだ、そういうことをサウルはまあ、ここで告白しているんですね。でも彼はこれをこの時初めて告白したんじゃなくて、何回も何回もこういうことを彼は繰り返していく、こういう告白をしていくんですね。例えばこの26章のところでも、26章のところの、ところの少し前の24章のところですね、24章のところの16節から18節、24章の16から18をお読みします。ダビデがこのようにサウルに語り終えたとき、サウルは、これはあなたの声なのか我が子ダビデよと言った。サウルは声を上げて泣いた。そしてダビデに言った、あなたは私より正しい、あなたは私に良くしてくれたのに、私はあなたに悪い仕打ちをした。あなたが私に良いことをしていたことを今日あなたは知らせてくれた。主が私をあなたの手に渡されたのに、私を殺さなかったからだと、まあ、こういうふうにサウルはダビデに言っています。ここでもサウルはダビデのことを殺そうとしていたんですが、逆にダビデの方がサウルを
こう殺すことができる、まあ、そういう状況になって、そしてダビデの部下はこうサウルを殺そうとしたんですが、それをダビデは止めたわけですね。でそれが分かったサウルはダビデに17節で、あなたは私より正しい、あなたは私によくしてくれたのに、私はあなたに悪い仕打ちをしたと、そういうふうに言ってるんですね。でそう言っていたにもかかわらず、再びサウルはダビデを殺そうとした。そしてそういった中でサウルはダビデを殺すことができず、むしろ逆にダビデの方がサウルを殺す機会が与えられた。それでもダビデはサウルのこう命を取る、そういうことは決してしなかったわけですね。でそのことによって今日の箇所の21節でサウルはダビデに対して、私は罪を犯したと、まあ、そういうふうに告白しているんですね。でサウルはこういった私は罪を犯したっていうのは、この前にもこのサムエルに対して2回ほど言ってるんですけども、つまり彼は自分は神様の前に罪を犯したと、そういう告白をしつつもまた同じ罪を犯してしまう、まあ古い自分に戻ってしまう、まあ、クリスチャンで言うならば、私たちはイエス・キリストを信じて救われて、そしてイエス・キリストに従う生活をしようとするわけですけども、また古い自分に戻ってしまう、またイエス・キリストを信じる前の生活、そのしていたことに戻ってしまう、まあ、そういう姿と重なる、わけです。サウルは信仰者でした。神様を信じて生きる人でした。神様に選ばれた人でした。しかしそれでも彼は古い自分に戻っていってしまう、まあ、ここに変わらない人間の姿、まあ、クリスチャンで言うならばこう信仰がなかなか成長しない、その人の生き方が変わらないその姿、まあ、そういうふうに言えるんではないでしょうか。それに対してダビデはどうだったでしょうか。22節もう一度お読みします。26章の22節、ダビデは答えていった、さあここに王の槍があります、これを取りに若者の一人をよこしてください。まあそういうふうにサウルはダビデはサウルに言ったんですね。さあここに王の槍、つまりサウル王の槍がある、これを取りに若者の一人をよこしてください。なぜダビデの手にこうサウル王の槍があるんでしょうか。この26節の少し前の12節、26章の12節にこういうふうにあります。こうしてダビデはサウルの枕元の槍と水差しとを取り、二人は立ち去ったが、誰一人としてこれを見た者も気づいた者も目を覚ました者もなかった。主が彼らを深い眠りに落とし入れられたので、皆眠りこけていたからである。ダビデが、またダビデの部下がですね、サウルとその部下に追われていた時にですね、偶然神様の導きによってダビデとその部下はサウルのすぐそばに行った。そしたらその時にですね、サウルの枕元にサウルのこの槍があった。でもそれをサウルも彼の部下も全く気づかなかった、寝ていた。なぜかというと、主が彼らを深い眠りに落とし入れられたので、皆眠りこけていたからである。サウルがダビデを殺そうと追いかけていたわけですけれども、しかし主が彼らを深い眠りに落
陥れられていた。そのことによってダビデと家来が来たことが気づかなかったわけですね。そのことによってサウルの槍がダビデのところにありました。ダビデは自分がこうどのような状況にあってもサウルによってですね殺されそうな状況にあっても主に委ねる信仰、主に信頼する信仰を持っていました。そしてたとえサウルを殺せるような状況になっているにもかかわらず主に油注がれたものを自分は殺すことができないと言ってそのことをしなかったわけですね。まあ、こういったことを見ていきますとこのダビデとサウルの違い、サウルは繰り返し繰り返しまた元の自分に戻る、古い自分に戻ってしまう。それに対して、ダビデは、どういう状況の中にあっても、主に信頼する、主に委ねる、そういう信仰を持っていたことが分かります。そしてこのことはこの二人がこう感情のコントロールにも違いがあったことが分かります。サウルは自分の心がダビデに対する妬みや恐れ、そういったもので支配されていた。つまり感情が罪によって支配されていた。そのことによって自分が罪を犯しているということを知りつつもまた同じ罪を犯してしまう。彼は自分の罪の感情をコントロールすることができなかった。それに対してダビデはどうでしょうか。おそらくダビデもこうサウルに対する怒りとかそういったものがあったでしょう。しかしダビデはそういった感情をコントロールすることができて主を信じる信仰によって主に信頼することができたわけですね。ここに私たちも学ぶべきことがあると思います。私たちもイエス・キリストをして主と信じてクリスチャンとして歩んでいてもさまざまな思いが起こる、感情が起こる。そういった感情を罪によって支配されてしまうのか。しかしその感情を主を信頼する信仰、主に委ねる信仰にすることができるのか。ここに大きな違いが出てきます。まあ、ダビデのそういった主に信頼する、主に委ねるそういう信仰、そういう感情のところをこの26章もいくつか触れています。26章の9節、26章の9節、しかしダビデはアビシャイに言った。殺してはならない。主に油注がれた方に手を下して誰が無罪でおられよう。10節、ダビデは言った。主は生きておられる。主は必ず彼を撃たれる。彼はその生涯の終わりに死ぬか戦いに下った時に滅ぼされるからだ。まあ、そういうふうにダビデはサウルのことを言っているんですね。10節でダビデは言った。主は生きておられる。自分がどういう状況であっても周りがどういう状況であっても主は生きているんだ、主は今も生きておられる、そうダビデは告白しました。また26章の23節、主はおのおのその人の正しさと真実に報いてくださいます。主は今日あなたを私の手に渡されましたが、私は主に油注がれた方にこの手を下したくはありませんでした。ダビデは言いました。主はおのおのその人の正しさと真実に報いてくださいます。主は一人一人その人間の生き方、その人の正しさと真実に報いてくださるお方なんだ。これが彼の信仰でした。
人一人の生き方を全て主はご覧になっていて、その生き方に応じて報いてくださるんだ。24節でダビデはこう言っています。今日私があなたの命を大切にしたように、主は私の命を大切にして、全ての苦しみから私を救い出してくださいます。ダビデは言いました。主は全ての苦しみから私を救い出してくださいます。ここにダビデの信仰が現れています。ダビデは主は生きておられる、そして主はおのおのその人の正しさと真実に報いてくださる、そして主は全ての苦しみから私を救い出してくださる。私たちも主を信じる者として、サウルのようではなくダビデのような信仰もしたいと思います。主は今も生きています。そして主は私たち一人一人の歩みを今日もご覧になっておいて、そして私たちのしたことに応じた報いをしてくださる。また主は私たちを全ての苦しみからやがて完全に救い出してくださる、天の御国に入れてくださる、そのことを今日も約束してくださっていることを覚えたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。あなたは今も生きておられるお方です。そして私たち一人一人の歩みをご覧になっておられるお方です。私たちがどこにいても何をしても、またこの世の中のすべての状況、あなたはご覧になっていて、その一つ一つの物事にふさわしい報いをされるお方です。また主よ、あなたは主を信じる私たちのすべての罪をイエス様の十字架に免じて許してくださっているお方、そして私たち一人一人を神様の子供として、神の家族の一員として今日も導いてくださっているお方です。そして私たちのすべての苦しみから救い出してくださるお方です。天の御国に入れることを約束してくださっていることを今日も覚えることができて感謝します。私たちのこの地上での歩み、その罪の中にあり、また私たち自身の罪もあり、さまざまな困難や、また不正なことや病や、そういったものの中に私たちは生活をしていますけれども、あなたはそのことをすべてご存知である。また私たちがあなたを信じ、人ともに歩むその歩みをご覧になって、それに報いを与えてくださるお方です。そして私たちをやがてすべての苦しみから救い出してくださるお方、天の御国へと入れてくださるお方であるということを今日も覚えて感謝いたします。サウルが古い自分に戻って、罪を繰り返し繰り返し犯し続けたのたように、私たちもそのように歩むことがないように、聖霊なる神様が御言葉と共に助け導いてください。そしてあなたに心を向け、あなたが今も生きておられること、あなたが一つ一つのことに報いを与えてください。また全ての苦しみから解放してくださるということを覚えて、主に心を向けて歩むことができるように導いてください。ご一緒にお祈りの時を待ちましょう。